こんにちは、兼業主のケンです。今日はサクサク焼きチーズサラミを作ります。サクッとした食感で濃厚な味わいなので、ビールのおつまみにおすすめです。それでは早速作っていきます。まずサラミをスライスします。次に弱火で温めたフライパンでチーズを焼き、サラミをのせます。お好みで黒胡椒を散らしてください。縁全体が色づき、チーズの泡が小さくなるまで加熱します。そしてヘラなどを使ってチーズが破れないようにフライパンから取り出します。この時チーズはまだ柔らかいですが、冷ますとカリッカリになります。なお、くっつきやすいフライパンの場合はクッキングシートの上で焼いてください。フライパンから取り出すのはもちろん、クッキングシートから剥がすのも簡単です。しっかり冷まして盛り付ければ完成です。レシピは概要欄にまとめてありますので、ぜひ作ってみてください。香ばしい。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも作れるような簡単レシピを紹介しています。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回。バイバイ。